ロシアのショイグ国防省は11日、ウクライナでの軍事作戦の統括司令官に、ロシア軍征服組トップのゲラシモフ参謀総長を任命しました。国防省の声明によりますと、ショイグ国防省は、ウクライナでの特別軍事作戦の統括司令官のポストを格上げし、ゲラシモフ参謀総長を任命しました。格上げの理由については、軍内部の緊密な連携が必要などとしていて、 現職のスロビキン氏はナンバー2に降格されますこうした中ウクライナを訪問中のポーランドのルダ大統領は11日ウクライナにドイツ製の主力戦車レオパルト2を供与する方針を決めたと明らかにしましたただドイツの承認が必要なためルダ大統領は要件を満たさなければならず国際的な協力を望むと強調しました